やはり簡単な技から徐々に、複雑な、動作を組み合わせているようにしていきます。今日の最年少は小学校3年生です。さらに先ほどは体育拳の高齢者の方からそのような若い子どもたちまで幅広く3代にわたって高齢者の方からそのような若い子どもたちまで3代にわたってやることができるのが、最強拳です。